皆さんこんにちは、若菜ずキラキラキッチンの時間です。今日の食材は白菜です。麻婆白菜型焼きそば紹介します。あなたの食卓をキラキラ輝かせる若菜ずキラキラキッチン。本日は麻婆白菜型焼きそば。まずは白菜をカット。切り方にポイントがあるんです。葉の部分はざく切りに、そして芯の部分は斜めにカットし、それぞれ切り分けます。白菜を斜めに切ることで火が通りやすくなり、味も染み込みやすくなります。次に油を熱したフライパンで中華麺をこんがりと焼いて、両面をカリッカリに仕上げます。続いて豆板醤を火にかけます。香りが出てきたら豚ひき肉などを加え炒めます。豆板醤から炒めるのがポイントなんです。豆板醤は初めに油で加熱をすることで香りと香ばしさが出て旨味もアップします。そこに人参と長ネギ、斜めにカットした白菜を加えてしんなりするまで炒めます。そして白菜の葉の部分も加えたら、オイスターソースや中華だしなどを合わせた調味料を加えてしばらく煮込みます。水は使わず白菜の水分を使って煮込んでいきます。仕上げに水溶き片栗粉でとろみをつけて、カリカリに焼いた麺の上にたっぷりとよそいます。最後に小ネギを散らしたら、麻婆白菜型焼きそば出来上がり。白菜の甘さと旨味があんに溶け込み、とろっとした食感がとっても美味しいです。お肉をたっぷりと使っているので麺に絡めてボリュームのある一品です。ご飯にのせて麻婆あんかけご飯に。